これはトイレで、なんかトイレットペーパーがヒューって、お、バイバイ、誰か戻してやれよ、かわいそうだね。これトイレットペーパー落としちゃって、で引き戻そうとするんだけど、くるくる回って戻ってこねみたいな。まあ、戻ってこなくても髪引っ張れんなら問題ないと思いますが、誰か投げてあげてほしいですね。これはリンゴが、あ、一気にリンゴが抜けるやつがパキッと。あ、メイドインちゃうな。ちゃんと合ってる使い方してんのに歯が折れるってどういうことでしょうか。何も間違ってないのにね、途中まで行ってパキンと。間違った使い方してるんだったらね、まだわかるんですけれども、ちゃんと使ってぶっ壊れるっておかしいと思うので、ちゃんと作ってください。さて、これは1、2、4、5、6、1、1、2、2、4、5、6、お、33歳ばっかか。なんでこんなに3なくなるの、意味わかんないね。ハッピーバースデーのこういうろうそくを買おうとしたところ、なんか3だけないよね。33歳なのかな、みんな。何大人にもなって33歳のやつ立ててんだよとかね。いや、333歳なのかもしれない。こういうのありますよね。例えばね、ひらがなのワッペンとか買いたいときに、なんでうだけねえんだよみたいな。こういう風に一つ欠けたらダメなものちゃんと補充しといてください。ほんと、これはなんだい、1、2、3、4、あ、次は2がねえのか。さっきはね、3がなかったんですけれども、ここは22歳が多いんですね。1もまあまあ減ってんの、リアリティあるな。じゃあなんでここで3減らないのって感じですね。さっきの店では33歳が多かったんでしょうか。これピザね、ピザを焼いた後なんですけれども、これを持ち上げようとしたらこうなりましたね。バイバイ。これ泣くやつだ。俺は泣くわ。一日中落ち込んでそうですね、ここまで行くと。うわ、あんなに丹精込めて作ったピザが一瞬にしてバイバイしたみたいなね。これは立ち直るのに結構かかるやつなんで、皆さんもこういうの作るとき気をつけてください。これは、あ、充電器がポキッ。メイドインちゃうね。純正のアップル製品を使えや。そういう風にね。なんか知らないブランドの、知ってるのかもしれないけれども、そういうブランドでね、充電したりするとこういう風にポキッていったりすることがあるので、まあ純正でもポキッていくときは行くんですけれども、そういう風にならないためにもね、やっぱ純正使いましょう。さて、これは、ん？これはセメントが固まるときの道にワンコさん。あ、ワンコ！これはひどいな。セメントの固まるところに足跡つけてったら、この足通りに道ができてしまいますよ。あなたの生きた跡が残ります。これはカレーの鍋にお玉落とす時のレベル98？悲しいね、これね。カレーとかそういう鍋系にお玉引っ掛けるんだけれども、お玉滑ってカレーの中に落ちるやつの工場版ですね。ペンキの中に。ブラシをボトンと落としてね、もうこれ取るだけでも嫌ですよね。自分にペンキつくしみたいな、これはどんまいですよ。あ、さて、あ、これね、鳥がポテトを盗んでいくっていう、そういうふうん、あ、これ鳥取ってったの箱だけ、あ、こいつがふん、残念でしたね。これポテト狙ってたんでしょう。ポテト狙って飛びついたのにもかかわらず全部落っこちて箱だけになってますよ。鳥さん、あなたが残念でしたね。これはプルタブが、あ、これは逆に奇跡。あ、すごいね、これね。こんな綺麗に外れることってほぼないですよね。だいたいね、この蓋の部分を半分くらいまで開けるんだけれども、そこでパゴンってプルタブが吹っ飛んで、それで取れるっていうことはあるんですけれども、こんな風に全然切り込み入ってないのにプルタブパゴンって飛ぶのはね、逆に運がいいですね。褒めたたえましょう。これはファスナーが食っちゃった。あー、もう見せないで。これは運悪いよね。チャックで他の布挟んじゃって、なんか身動き取れねえみたいな、私も時々するんですよね。しかもこれ外側だからいいけれど、内側の方で噛まれるとマジでムカつくんでね、皆さんもこういうファスナー引くとき気をつけましょう。これは足が、あ、気持ち悪い。何これ、あれだね、このクロックスみたいなやつを履いて外を歩き回ってたところ、日焼けした場所がこの穴開いてるとこだけで、こういうブツブツ、あ、気持ち悪いね。
これモザイクですね、どう考えても。これからの時期ね、サンダル履く季節になってくるので、皆さんもこういう日焼けしないようにしましょうね。ゾクゾク来ますよ。これは何、これ、バラバラになった。あ、これポテトチップスなんですけれども、こういうボロボロになって、あ、絶対これスーパーの中で子供がパッケージボロボロに潰したやつじゃん。よくありますよね。うわ、このお菓子なんでこんなボロボロに砕かれてんだろうみたいなね、悲しいやつあるんですけれども、それを買った結果ですね。そういうものがあるんで気をつけてください。さて、これは電車の中にの靴が、あ、絶対これ電車閉まりますっていう時に足突っ込んだんだけれども、靴だけバイバイって言っちゃったやつですね。これガチの不運だな。かわいそうに。やっぱりね、こういう電車とかは急いでも何もいいことないんで、余裕を持ってくださいっていうのがわかりますね。さて、これは棒っぽいね。どういうことでしょうか。で、この先を見てみると、お、傘の上、あ、これ棒がこうピシューンって飛んでって、お、飛びすぎだろこれ。そんな飛ぶ、すごいね。だってね、これ多分折りたたみの傘らしいんですけれども、それを開けた瞬間にプシュンと飛んでって、まあ、風に乗ってったとは思いますが、なんでこんなに飛ぶんでしょうね。不思議ですよ。あ、なにこれ、トップ、おーおーって感じなんですけれども、あ、これバイクのヘルメットがついてたのを忘れたままジュースを飲んでしまった、おろろですね。何考えてたこれ。いろいろ考えてたんでしょうね。それに気づかず、ヘルメットをつけたままジュースを飲んでしまった、そういうやつですよ。あと、これはコップ?コップの、あ、持つところが取れて、あー、虹が壊れた瞬間。何がレインボーだよ。すごい晴れやかに見えるんですが、現実は違いましたね。取っ手の部分ぶっ壊れちゃってね。レインボーじゃありませんよ。あ、ピザがビヨーンって、うわー。昨日の私の宅配やんけ。あるよね、こういうね、ピザとか、まあ、ピザに限ったことではないですが、こういう風に具の部分が他のところについて、うわ、そこの部分もったいねみたいなピザがよく起きるんですけれども、皆さんもあるんじゃないでしょうか。ハンバーガー食べてる時とかね、うわ、ソースめっちゃ髪についちゃってもったいねみたいな、めちゃくちゃわかりますよ。ほんと、これはマンゴーかな?何がおかしいんでしょうか?普通のマンゴーなんですけれども、これ実はですね、このシールを取ってみると、あることに気づくんですね。では取ってみましょう。あー、ほぼパッケージ詐欺?これひどいね、シールでなんか傷んでる部分を隠すって。店員やりやがったなって感じなんですけれども、ここまで行くとちょっと遊び心も入ってるような気もしなくもないですが、やめてほしいですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you!